そうですね、まあ、初戦終わった後も話してたんですけど、やっぱり一試合一試合成長していこうということで、まあ、この試合もしっかり自分たちで課題を持ってといいますか、しっかり挑んだ試合で、まあ、ある程度は達成できたと思うんですけども、まあ、まだまだ詰めも甘いところもあって反省もたくさんあるので、まあ、しっかり修正して実績につなげていけたらなと思います。そうですね、まあ、完封勝利自体は良かったと思うんですけど、やっぱりそのボール狙おうというところで、まあ、しっかり練習してきたのにもかかわらず、まあ、大事なところにボールを奪えなかった、ターンオーバーがなかったというところは、まあ、ちょっと反省点かなというふうに思っています。まあ、春の試合でも広島の坂上さんと対戦してるんですけれども、まあ、やはりクォーターバックのデニー・ガンマー選手が主審となった、まあ、フェンス、まあ、デニー・ガンマー選手のランとパスは、まあ、すごい脅威だと思いますので、まあ、しっかりディフェンスでしっかり対策してやっていきたいと思ってます。ライズさん のディフェンスにまた新海洋人でミシガン大学出身の選手が入っていると思いますので、この選手もディフェンスはどういうふうに選手と、まあ、しっかりやっていくのかというところもポイントかなというふうに思います。オービックを通すというところは、まあ、チームにとってはすごく大きなことだったんですけれども、まあ、我々としてはただ、まあ、やっぱりリーグ戦の1勝なので、これからやっぱ成長していかないと、まあ、ライスボールチャンピオンにはなれないと思っているので、まあ、しっかり1試合1試合戦っていく、勝ってカウントの楽しみはじゃないですけども、しっかりまあ、いつもどおり取り組んでいくということで、まあ、話をしてました。はい、ありがとうございます。